心歯科とは美しさに焦点を当てた総合的な歯科医療分野のこと。歯には機能的な側面と心微的な側面があり、共に健康に関しては重要な要素である。しかしながら健康保険制度での治療は機能的な歯科治療に変調しがちであり、心歯科的な治療を行うには限界がある。もともと美容性軽外科に美容歯科が存在するものの、 神秘歯科は運悪く、歯並びが悪く生まれてしまった人の口元の印象を改善する目的のもので、美容整形とは異なる。日本歯科心美学会では、歯科心美学を次のように定義している。歯科心美学とは、顎高校における、携帯美、色彩美、機能美の調和を図り、人々の幸福に貢献する、歯科医療のための教育及び学習に関する学問体系である。 新美歯科の具体的内容は、歯列矯正、ホワイトニング、オールセラミック、ラミネートベニア、インレイ、ダイレクトボンディング、カンタリング、その他特殊材質による人工場などがある。2011年現在、新美歯科は標榜科として認められていないが、北海道大学病院新美歯科専門外来、大欧大学歯学部附属病院新美歯科外来、愛知学院大学歯学部、 付属病院心理歯科外来、岡山大学病院心理歯科外来、九州大学病院心理歯科外来、長崎大学病院心理歯科外来、鹿児島大学病院心理歯科外来などが特殊専門外来として存在する。日本歯科心理学会教授要項、医療法施行例、心理歯科専門外来、北海道大学病院、2011年11月20日閲覧、 外来診療、大宇大学歯学部附属病院、2011年11月20日閲覧。新美歯科外来、愛知学院大学歯学部附属病院、2011年11月25日閲覧。新美歯科外来、岡山大学病院、2011年11月20日閲覧。新美歯科外来、九州大学病院、 2011年11月20日閲覧専門外来のご案内。しか。長崎大学病院。2011年11月20日閲覧専門外来のご案内。鹿児島大学病院。2011年11月20日閲覧ありがとうございます。